はい、というわけで本日はこちら、小麦で繊維という食物繊維たっぷりのピザを食べたいと思います。こんがり焼けて美味しそうですね。冷凍ピザでお手軽に食べられて、しかもカロリーも211キロとかなり低いという嬉しい商品です。ダイエット中だけどピザ食べたいという時におすすめですね。ではいただきます。カメラまだまだ使いこなせてないな。フォーカスミスるって、自撮りで調整が若干難しくて、とはいえこれは大事な時間以降の反省材料だな。まあ今はもうそれを言っても仕方ないとして、ピザはカリカリとした食感とチーズのまろやかなコク、トマトソースの酸味がしっかり効いていて美味しいです。食物繊維豊富で低カロリーとは思えないほどですね。これで食物繊維たっぷり取れるんだったら本当に嬉しい商品です。冷凍ピザって結構いろんなところで見るんですけど、なんか物足りなさを感じることが多いのですが、そんなこともないのが嬉しいですね。詳細についてはこの後すぐに説明します。ごちそうさまでした。低カロリーで食物繊維豊富とは思えないほどカリカリとした、通常食べているピザと変わらない心地よい音が聞こえてきて、とても美味しかったです。これで食物繊維がたっぷり取れるんだったら本当に嬉しい商品ですね。ダイエットしたい、食物繊維が食べたい、じゃあ食物繊維を食べたいじゃなくて取りたいか、だけどピザも好きという欲には勝てない、あなたがもしそのように思っているのであれば、こちら小麦で繊維のピザぜひ食べてほしいです。というわけで今日食べた小麦で繊維のピザは、いや本当に食物繊維豊富でダイエット向けとは思えない美味しさがあったので5点とさせていただきます。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。あなたも小麦で繊維のピザ食べていただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけたらもっと嬉しいです。ではまた次回の食レポ動画でお会いしましょう。演舞終演。